家庭菜園ライフ。杉並区で菜園をやってる高橋です。今日は春のナメクジダンゴムシ対策についてご紹介していきたいと思います。今回ご紹介する内容はイチゴのナメクジやダンゴムシの対策です。春になりますと本日のように気候もよく暖かくなってくることでナメクジやダンゴムシが活発に動き出します。そうしますとできたイチゴの実を食べてしまうことがありますので予防対策が必要になってきます。イチゴは実を生で食べるのであまり薬剤を使いたくないなという方はナメクジやダンゴムシに食べられないような対策を講じていただきたいと思います。今日は誰にでも簡単にできる不織布とトンネルパッカーを使った方法をご紹介したいと思います。最後に質問にもお答えします。それでは行ってみましょう。それでは現在のイチゴの状況から見ていきましょう。まず保温ビニールと防虫ネットを外します。このように間もなく、休眠から覚めてクラウンの部分からどんどんと新芽が出てきます。このようにすでに花が咲いているようなものもあります。休眠から覚めるとつると葉が急に展開し花もどんどん咲き出します。そういった頃にナメクジやダンゴムシも活発になってきますので注意していきましょう。ナメクジやダンゴムシはマルチの下に潜んでいます。また枯れ葉などの下にいる場合もありますが目覚めると夜間動き出したりまた卵の状態のものは春に向けて孵化が始まります。できたイチゴ赤くなったイチゴを食害するので十分に注意してください。食害されたイチゴは噛まれた部分は食べないようにしましょう。特にナメクジはウイルスを持っている可能性があります。注意してください。一方ダンゴムシは実は土壌を良くするための益虫でもあります。ですのでイチゴの被害は予防しつつもダンゴムシは捕殺などをせずにそのまま畑に住まわせてみてください。土がふかふかになったり微生物が増える効果が期待できます。ということでナメクジやダンゴムシの対策をしていきますがその前にやるべきことが何点かありますのでそちらも合わせてご紹介していきましょう。今回の予防対策は空中栽培を行います。ですので一度イチゴの状態をきれいにしてから設置作業をしていきたいと思います。それではやっていきましょう。一つ目はアブラムシ対策です。これからこのイチゴの周りにナメクジダンゴムシ対策をしますのでその前に越冬しているアブラムシがいるかどうかをチェックしましょう。まずこのように葉の間にいないかその後葉の裏も見てみましょう。いた場合には捕殺するか油石鹸水をかけてみましょう。クラウンの部分はあまり指でかき出したりすると傷つけるのでこのような石鹸水の方がいいと思います。乾燥が続く場合は15分後に洗い流すようにしましょう。雨などの予報の場合には自然に洗い流されるので放置しておいても枯れることはありません。やってみてください。2つ目のポイントです。枯れ葉を除去していきましょう。ナメクジダンゴムシの対策の前にイチゴの枯れた葉は除去していきます。この枯れ葉は住処になったりまたはダンゴムシの餌になったりします。ですのですっきりさせてあげて住処を減らすようにしましょう。では実際にやっていきましょう。ここはイチゴの群生を作っています。このように葉が枯れてきますのでこういったものを取ってあげましょう。完全に枯れたものを取ってあげてきれいにしていきます。こういった葉の下にダンゴムシは住処を作るのできれいにしていきます。ナメクジなども過ごしやすくなるので葉をきれいにしていきましょう。こちらをご覧ください。こちらの赤い葉はまだ完全に枯れてませんのでこういう葉は残すようにしてください。完全に枯れてカラカラの状態になってから除去するようにしましょう。最後3つ目です。このように早めに咲いた花は摘んでいきます。まだ葉が全面的に展開する前に花が咲いてしまうことがあります。このような花は養分を使わないように摘果しておきましょう。では取ってみます。このように取っておきます。3月4月に本格的に花が咲いてくればそこからは花が実になるまで残しておきましょう。それでは実際にイチゴのナメクジダンゴムシ対策をしていきます。イチゴの株周りをきれいにしてからこの不織布とトンネルパッカーを使って実施していきます。それではやってみましょう。まずは不織布ですがこのようにですね畝をすっぽり覆うような大きさでカットします。少し余裕がないとイチゴをこれから
空中栽培をするのですが、窮屈になりすぎるので少し長めにカットするのがポイントです。ではやってみましょう。設置方法は簡単で、このように不織布を少し浮かせてトンネルパッカーで固定します。ナメクジやダンゴムシは実がこの不織布の上にあると登る能力がないので、これでだいぶ防ぐことができます。何年かこの方法を試してますが、今のところナメクジやダンゴムシはこの上に登ってくるようなことは見られません。薬剤を使わずに綺麗なイチゴが取れるので非常におすすめです。このように少し高さを調整してみてください。あまり高いと後ほどお見せするようにイチゴをちょっと取り出しにくいので、だいたい高さが5センチから10センチぐらいが適当だと思います。固定が終わりましたら切り口を作っていきます。それではイチゴを上に出していきたいと思います。手やハサミで穴を開けましょう。まだ2月初旬なのでイチゴの葉がまだ大きくなってませんが、これからぐんぐんと大きくなってくるとこの不織布の上で展開しますので、このように設置していきましょう。あまり大きくなってからやると少し大変なので、サイズがやりやすいうちにやるのがポイントです。できたイチゴは不織布の上に乗っかりますので、綺麗に収穫できますし、ナメクジダンゴムシの被害が防ぐことができます。ポイントとしてはこの切り口はあんまり大きくしないようにしましょう。広すぎますとうまくですね空中栽培ができないことがありますので、あまりこう大きな切り口を開けるのは避けた方が賢明です。小さい穴からまずやってみて、徐々に開けるように調整していきましょう。不織布1枚とトンネルパッカーだけでできますので、ぜひやってみてください。それでは質問にご回答していきます。こちらのイチゴの追肥の動画にコメントをいただきました。イチゴは半日陰性のお野菜と言われていますが、1日6時間と3時間の日照で収量は違いはありますでしょうか、というコメントです。日照時間だけで収量が変わる可能性は小さいです。私がやってる畑では、一方は日当たりが良く、もう一方は1日の日照量が4時間ぐらいのところで栽培しています。それでも収量には大きな違いは感じませんでした。収量だけではなく、地温が高い低いなども影響しますので、マルチを使ったり藁を使ったり、実が大きくなる時期にしっかり地温が高いことも重要になってくると思います。もう一つポイントとしては、日当たりが悪い方は土壌の乾燥は少なく、常に土が少し湿ったような状態なので、実は日当たりが悪い畑の方が収量が多いこともあります。ですので日陰だけの問題でだけではなく、土壌の水分量や地温などの何点か要因がありますので、日照時間だけではなく乾燥させない、地温を上げるなどの対策もやってみてください。イチゴの収量が多くなると思います。頑張ってください。今日はイチゴのナメクジダンゴムシ対策についてご紹介してきました。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた。